素敵な牡蠣でしょ。なんかね、作った方がイケてる私たちの方にこう挑戦してるような感じの器じゃないですか。今日はこれにイケていきます。もうね、シンプルにいけようと思うの。フォークスペースです。なかなかね、ほらピシッと決まったでしょ。そしてね、ちょっと大きめのこのスペースを前の方にドン、この大きなボックスペースもドン。ね、すっごい微妙なバランスです。さあ、そしてここにどんな入れちゃおうかなって思うのね。どう入れるよ、どう入れるよ、ちょっと困っちゃうよね。こういう感じで、どうかな、シュッで、もう一つはでね、ちらっとだけなんだけど、風船とまた入れたいなって思うのね。ちょっとだけね、シンプルにいけるって言ったのに、自分の好きな風船とまたやっぱり出しちゃったね。はい、ねえ、風船とまた嬉しい。ちょっとマッサっぽい感じにしたいのね。はい、完成です。横長の展開、何よりもこの特殊な牡蠣の形を生かしていけるっていうことを今日考えていけました。やっぱりね、秋は見物ですよ。フォックスフェイスの黄色がいいし、
風船と綿のほわっとした感じもいいしね。ほんと、あ、アンスリウム正面に入れ直ししておりますね。あのね、この花器をね使うたびに私思うんですよ。いやー、水が入るとこ少ないわってでもね、それを、踏まえても面白い形ね、本当に面白いフォルム、すっごくなんかねワクワクとさせてくれる鍵だなっていつも思うんですよね。これね、東京の梅の柿店さんで求めました。先生、この柿がいいのよ、買って帰ってって梅の柿店さんに言われて、はい、買いますって買っちゃったんですよ。私のお気に入りです。でも何回行けてもこの柿でパチッとこう、なんていうの、決まることってないなって思うんですよ。今これ一応完成したけど、また違う形で違う花材で何度でも挑戦してみたいなって思わせる花器です。どうね、いろんな角度から撮ってもなかなか面白いでしょね。多分どなたでも見た瞬間に、あ、挑戦したい、行けてみたいっていう花器ですね。この花器に負けないような作品を入れたいといつも思っていますね。最初はシンプルにいけるなんて言ってたけどね、結構ガンガン入れてますよね、これ。まあしょうがないですね、もうこれ私の、スタイルだからっていう方です。さあ、それじゃあいつものように YouTube 登録およびコメントよろしくお願いします。コメントには必ずお返事いたしておりますよね。コメントこそが私が作品を作る時のエネルギーです。皆さんよろしくお願いします。さあ、今日はありがとうございました。はい、ゆっくり皆さん作品楽しんでいってくださいな。